ハミルトン2機種の映り込み具合の比較です。設計の新しい白樺を基準にします。映り込むのは魚以降です。3機種とも映り込みはあります。右側のマンフォートはくっきりと映り込んでいます。左側のジャズマスターは反射防止加工がしてありますが、同じぐらい映り込んでいます。内面無反射コーティングの白樺も映り込みはありますが、時刻ははっきりとわかります。角度を変えて見てみます。同じように映り込んでいてもダイヤルの色が白に近いほど映り込みが分かりづらくなります。時刻が見にくくなるような条件では内面無反射コーティングなどのコーティングは威力を発揮します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。